球界の専門家会議の議事を開始いたします。本日はお暑いところ、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。で、議事でありますが、第1番目が被爆占領評価について、これは今までの議論のまとめをかなり何度も議論しましたが、さらにまとめ の最終案に近いものを皆さんにもご覧いただいてご意見をいただいたもの、まだ最終ではありません、直すの余裕はありますが、ここで議論していただきます。あ、どうぞ。2ページのですね、両括弧2の外部被爆線のところの、3つ目 の丸のところの火災部のところなんですけれども、そこの文章で、したがって住民の外部被爆線量は三島県内で5ミリシーベルト未満というふうに切られてるんですね。で、確かに99.8% は5ミリシーベルト未満なんですけれども、それ以外の高い線量の方もいらっしゃるんですね。で、この文章ですと、いかにもその回答された対象者が全員が5ミリシーベルト未満というふうに誤解を与えるんじゃないかって。このペーパーの、さっき自民国がかなり要点を記載されて詳細を省かれたという説明あったんですけども、これを読むとですね、極めてミスリーディングな結果を印象を与える部分というのが、今春日先生のコメントもありましたし、安倍先生もありましたけども、僕もそういう感じが若干するわけです。100ミリを超える被爆を受けた住民がいたとは考えられずと書いて、下には一方で100ミリ以上被爆を受けた者がいる可能性を否定するものではないというのは、これは科学的にありえない文章ですよね。ですからここら辺 その評価がこの会議の目的にとって、100ミリ以上を受けた被爆を受けた集団がいないということは僕は決して言えないと思うんですね。不確実さの大きい中で、それからもう一つは、こういうふうに短く分かりやすいというか短く文章をまとめてしまうとミスリーディングが起こると私が最初に言ったのは、例えば外部被曝について、その県民調査は事故後4ヶ月のデータなんですね。で、結論のところにはその期間が明示されてないんです。ほとんどこの線量は一体いつの期間の線量なのかってことがこの文章からは全然わからないんですね。1年の線量なのか、その年の線量なのか。だからこういうまとめ案を作ること自身が僕は果たしていいのかどうかっていうのがちょっと自信がないですね。議論をやっぱりずっともう一度どっかで議論をする時間があった方がよろしいですか。あるいはもう先生にご意見を書いていただいてみんなに読んでもらってそれをというふうな言い方にするか。私がその評価をするというよりは、その僕の今 の発言はここでどういうここの占領評価部分の方針というかですね、そこの前の資料から概要案からここまで短縮したものの、いわば下線部の書き方というかですね、そこら辺の評価の仕方について、その全体 のこの専門家会議の目的からいってどこまでの方針で書くべきなのかっていう、そこの部分ですね、その記述の内容についてを言ってるのではなくて、そういうご意見を先生からお聞きしたいなというのは、いろんなその自然のばらつきと比べるとはるかに小さいとしているとかですね、いろいろそういう、いろいろなリスクについては、ないんだというふうなことでこう書かれているというふうな色合いが非常に強いんですよね。あとスケジュール的にですね、2回しかないというふうにお聞きしているので、早くですね、私たちこれこの専門家会議のですね、基本的なその健康管理に関することだとか医療に関する施策のあり方だとかっていうところにですね、もう早く法を進めないとですね、とても要するに任務が達成できないと思うんですよね。もうこれ占領の話と健康リスクのことについてはですね、後からまた意見を事務局が集約していただくっていうことで、早くこの先に進めた方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。
あ、事務局からでございますけれども、あと2回というちょっとご発言ありましたけれども、事務局としてきちっと議論はしなきゃいけないということで、2回というふうなことは全然こだわっておりませんので、一応この場で申し上げさせていただきます。私もこの前のあるところまではある期間までにまとめなければいけないというようなタスクがあるんだと思って始めたわけですけども、どうもその議論が簡単にそう集約できるような方向ではないという感じもしてきまして、今はもうむしろ委員の先生がお話になりたいことがあれば十分にご議論いただいて、という方向に、私自身はもう事務局とそうなるんではないかというふうなお話をしているところなんですけれども、健康管理の問題だとか医療施策の問題はですね、もっともっと議論があるんですよ。もっと長い時間が必要なので、ぜひそっちの方に進んでいただかないと、まあ、今年中だとか もっともっと先になっちゃうと思います。実際には今悩んでる方たちいっぱいいるので、早くやっぱり一定のこう議論を進めてないとですね、私たちの役目っていうのは終わらないんじゃないかと思うので、よろしくお願いしたいと思います。今この事務局が用意した資料123という、こういうボトムアップ的なアプローチで、その最終的なこの会議 その今石川先生がおっしゃったような健康管理のあり方、私はそこが専門じゃございませんけれども、健康管理のあり方について、まあ、議論するのが最終目的であるのに、それを占領評価はこうであって健康リスクがこうである、まあ永田先生おっしゃるように、そういうものの把握は重要だと思うんですね。全体的な把握は僕は重要だと思うんですけれども、それが厳密になされないと健康管理のあり方の議論ができないわけではないわけで、そこから出発して、そのためにはどの程度 その現状の健康リスクがあるのか、あるいは占領評価の確実さというのはどういうものなのかっていう、まあいわばボトムアップというよりはですね、そちらからの議論の方がまあ、必要なんじゃないかというふうに私は思います。まあ、健康管理のお話に議論を進めて、その中でリスク評価の話が出てきたときに、その場でリスクの話もするし、占領評価の話もすると、そういう格好での健康調査、健康管理の問題に進んだ方がいいと、そういうことで大体皆さん賛成でよろしいでしょうか。何が本当に住民の方のためになるのか、これは私自身はその先生方全員にものすごく重い責任を持ってお話しいただかなければならないというふうに思っております。これは将来そのこの結論がどうなるか、もちろんそこにの社会とあるいは政治的な問題もございまして、必ずしも専門家の議論の通りにはならないかもしれないけど、専門家として責任を持ってこう考えるというところはやはりこの委員会の責任だろうと思いますので、実は僕は要素130治療をする方で、外科の先生が手術されたのを要素130治療を使って肺転移とかの治療をするんですね。僕今まで4人ほど肺転移の治療をしたんですけど、子供さんでねしたんですけど、いずれも、お元気になられて、で結婚されて子供まで生まれてるんですね。皆さん大喜びで喜んでられるんですけどね、お二人の先生、外科の先生経験深いんですよね。子供の甲状腺がんで亡くなった方が経験あるかどうか。残念ながらございます。ただですね、遠藤先生がご指摘のように、まあ、一般的に小児の甲状腺がん、乳頭がんにつきましては結構成人に比べて大きい、腫瘤が大きい、そしてリンパ節転移の頻度が高い、それから遠隔転移、特に肺転移の頻度が高い、成人に比べてですね、であるのにもかかわらず、で多少再発は しても生命予防が非常にいい、非常に不思議ながんであります。それから小児といいましても、実のところはですね、10歳未満は非常に少なくて、15歳以上ぐらい、だんだん20歳に近い方が頻度が高くなってきています。私は自分の教室、大学では一例も経験しておりません。ただ以前東京に伊藤病院に勤務してたことがあるんですけども、そこで一例、それは私、
かなり前に手術したお子さんで26年間あのフォローしてて一例だったと思います。判定の、はい、最もこう重要な合併症今どのぐらいの頻度であるんでしょうか。ですね、まあ、甲状腺のがんの手術で一番大きな合併症2つ、1つは半壊神経麻痺、声帯麻痺ですよね。でそれからもう一つは、特にこの甲状腺を全摘した場合の副甲状腺機能低下症、この2つが一番大きな問題になります。でその頻度ですが、これはですね、慣れた施設で経験のある外科医がするか、そのさほどでないかによってだいぶ変わってくると思いますが、私ども専門的にやってる、あるいは福島医大でも鈴木先生と専門的にやって十分経験のある人がやっておられますので、その合併症の頻度は十分低いものと思います。やっぱり早く見つければヘミサルデクトミー半分だけ取って、でもうそこであと薬を飲まなくてもいい、そのまま普通の生活を続けられるという手術が大部分ですか。詳しくお話ししませんでしたが、実は甲状腺乳頭がんというのは結構多発もあるんですよね。ですから小さくても手術をするという立場で多発であれば甲状腺全摘ということになりますと、全摘の症例も相当増えると思います。そうしますと正直申しまして、合併症の率は低いといっても、たくさんすればどうしても永続性の副甲状腺機能低下症なんかを起こしますので、何でも手術するのがいいとは思いません。福島医大の阿部と申します。うちの方で甲状腺の健康管理の調査、超過検査をやってるんですけれども、確かに今まで悪性ないし悪性疑いというのはセンターの、データからいくと、90例の方がいらっしゃってですね、そのうち、51例を手術をして、50例が癌だということで、確かにその中には、10ミリ以下の、微小乳頭がございました。でそこは手術はしてるんですけれども、その手術は先生おっしゃった通りに、私どものセンターとしては高リスクの条件に合ったものにだけ手術を提供しているということで今やってるところです。ちょっと補足させていただきますが、実はですね、私福島県の甲状腺検査専門委員会の診断基準等検討部会の委員もお世話しておりまして、一昨日その検討会に出たんですが、福島医大で手術された症例について説明を受けましたが、少なくとも7割以上の症例は大きさが1センチ以上とかリンパ節転移があるとか、中には遠隔転移の症例も含まれておりまして、現在我々が普通常識的に手術の適応としている患者さんです。で、3割程度が1センチ以下ですけど、鈴木先生のご説明では半壊神経に近い、我々が高リスク、ハイリスクとしているような症例ですね、あるいは気管に接していると、そういうふうな患者さんに手術をしているという説明をいただきました。菅野先生にちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば甲状腺がんの発生と、例えば放射線と関係、肝炎が関係あるのかどうか、あるいは対象を届くかという問題の中で、例えば相槌地区というのは比較的放射線の、空間留学線量の比較的低い地域、それから中通り、それから避難された地域の中では被爆線量が比較的高い、でいわきっていうのは意外と被爆線量がこう低いところなんですけども、例えばそういう地域ごとにですね、こう分かれて、地域別に分かれて、そことの甲状腺のがんの発生とかなんかという、そういう疫学的な分析をした場合にかなり信用できるデータが得られるのか、あるいはかなりその難しい問題なのか、その辺ちょっとコメントいただければありがたいと思います。それはもう全員もうほとんど 100% 近い人たちを同じ検査方法でやれば、ある程度そこら辺の比較はできるかもしれません。で、
まあ、ただ、他の当然性別とか年齢とか、まあ、それから用途の接種量とかそういうようなものとかも十分きちっと把握した上でそこら辺を調整しながら線量との関係を見る必要がもちろんあると思います。結局はその本当に被災者のために何がいい管理の方法かということの議論をこの専門家がもう真剣に考えるということであろうと思いますので、どうぞどなたでも、じゃああるいはもうちょっと宮内先生さっきのお話でね、例えばスクリーンをすれば必ず、まあ、全部見つかるわけですね、がんが。それを続けてもう早期危険なものでもない、取ってしまえば心配もなくなる、だから全部取ってもう最終的には福島県の、まあ、10人に1人あるいは100人に1人は全部甲状腺の手術をしたということであっても安心であればそれでもいいんじゃないかという考えがあったとしたら、先生どうお考えですか。まあ、ちょっと今の数字はちょっと極端な数字かと思いますが、そもそも福島県でこの甲状腺の検診やられてるのはチェルノブイリで、とにかく目立って増えた甲状腺のがんとしては小児の甲状腺がんであると。でそういうことは一般の住民もあらかたの方が知っておられるという状況で、福島で甲状腺がんが増えるのではないかという懸念を持っておられるのに対して、本当に増えるのかどうかについてやはり、科学的に評価せざるを得ないというふうなことから一つは行われている。そしてもう一つは実際県民の皆さんの健康を考えると、その2点がある。一定の基準で検査をして、一定の基準で例えば具体的に超音波ですね、一定の基準で超音波を読んで一定の基準で細胞診をするかしないかを決めて、それを一定の基準で判断すると、まあそういうことをやるべきだということで福島県では実際そうやっておられます。ガイドラインというか一定の基準ということをどっかで決めることが大事だと。あ、もう決まってるかという、今決めてあるものをですね持っていくということ。環境省で4300人ぐらい3件で募集団の人数全然違いますですよね。これからさらに環境省では被災者ので同じぐらいの対象に対して検査をこれからもさらにやっていくのかとか、ちょっとそういう計画があるのかどうか分かったら教えていただきたいんです。ぜひこれ3件4000人ではなくてもっともっと増やして比較するべきだというふうに思うんですけど、いかがでしょう。これは環境省がというよりも先生方がここでどう議論するかということが非常に大きな環境省に対して影響があると思いますので、今のところはそういったことは考えてはおりませんけども、まあ、こういう専門家の会議の中でまたそういう一定の方向性というかそういったものがもしあれば、そのまあフィジビリティがあるのかどうかとかそういうことも含めてまた判断はいいかと思います。私自身はここの先生方は環境省に対しての報告するという立場になると思いますので、まあ、今から我々が議論していくことが非常に大事だろうと思うんですけども、今日はこれでよろしゅうございますでしょうか。では一応今日のお話もまた事務局でまとめて、この次の議論のプラスになるようにまとめて持ってまいります。事務局から何か言いません。ありがとうございました。本日、健康管理の
在り方に関する資料3につきましては、ぜひ先生方からご自身のご意見、お考えを後日いただければと思っております。速速です。はい、はい、わかりました。ぜひ、ぜひというか、これは答えていただかないと、まずで評価しているのは、JA なのか、ご意見なのか分かんないですけど、僕自身はね、134を実験でも使ってない。はい、はい。ものすごい騙せんだ。ちょっと座長権限で。今話されてんだから、あなたじゃ、取材の妨害しちゃダメだよ。ダメだよ。いや、暴力じゃなくて、永滝先生がお答えになってる最中に、その、邪魔したらダメ。